スノーマン・メグロレン美脚際立つ短パン姿やご機嫌なシャワーシーンもビートメン新 CM が29日から夏はカブトムシを捕まえたい。人気グループスノーマンのメグロレンさんがイメージキャラクターを務める除毛脱毛ブランドビートメンレキッド・ベンキーザー・ジャパンの新 CM が4月29日から全国で放送される。放送に先駆けて26日同ブランドの公式 YouTube で CM が公開された。 すらりと長い足が際立つ短パン姿や、ご機嫌な様子で CM ソングを口ずさみながらシャワーを浴びるシーンが映し出される。同日、公開された CM のメイキング動画では、イメージキャラクター3年目としての思いを語る。また、今年の夏にやりたいことを問われ、川に遊びに行きたい。自然が好きなので、カブトムシを捕まえたいと明かした。ビートメンは、除毛脱毛ブランド、 ビートのビートメインシリーズとして2018年に誕生した目黒さんは2021年2月からブランドイメージキャラクターに起用されている。